春の訪れを感じさせる桜についてです。県内は平年では今日が開花日ですが、桜の様子はどうだったのでしょうか。鹿児島市の地方気象台にはソメイヨシノの標本木を観察する職員の姿が。平年では県内は今日が桜の開花日ですが、まだつぼみは開いていません。まだちょっとまだ硬いようなつぼみが多いので、ちょっとまだすぐに開花というところはちょっと難しいところですね。開花発表の基準は5輪から6輪。発表はもう少し先になりそうです。早く開花してちょっとお知らせは早くしたいところはあるんですけれども、ちょっとまだ様子を見てというところですね。一方、県内では今日強風注意報が発表され、鹿児島市では 20.5 メートルの最大瞬間風速を観測するなど、風が強い一日となりました。そんな中、ソメイヨシノなどおよそ250本の桜が植えられている鹿児島市のふれあいスポーツランドでは、淡いピンク色の花が少しずつ開いていました。ここ暖かい日が何日か続いてますので、満開まではもうあと 4,5 日で満開宣言ができるのかなと思っています。ふれあいスポーツランドはおととい一足先に開花を発表しました。園内を少し進んでみますと、中には五分咲きほどになっている木もあります。美しいですね。うちは地形上早く咲くのとちょっと遅れて咲くのがありますから、だいたい咲いてるのですと2週間から3週間楽しめるので、長く楽しめるので、ぜひ見に来てください。ウェザーニュースによりますと、県内の桜の開花予想日は来月1日、満開になるのは来月10日頃の予想です。